皆さん、こんにちは。このビデオではこの5つの漢字の書き方と読み方を練習します。じゃあ始めましょう。ナンバー1からナンバー785までの漢字については以前のビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。チャンネル登録もどうぞよろしく。カンパのお願い。このチャンネルのビデオは無料でご覧になれます。けれども、一つ一つのビデオを作るにはとても手間がかかります。もし皆さんに YouTube のスーパーサンクスを通してサポートしていただけたら、これからもビデオを作り続けることができます。サポートしていただける方は、ビデオの下のこのボタンを押してスーパーサンクスのボタンで手続きができます。サポートは1ドルちょっとからできます。どうぞよろしくお願いします。786番は叫ぶの漢字です。音読みは今日ですが、これは今は覚えなくても OK です。ではまず書き順を確認しましょう。1、2、3、4、5、6。もう一度。1、2、3。4、5、6。ではこの漢字が使われている言葉を覚えてください。叫ぶ、叫ぶ、叫び、叫び。叫びは名詞ナウンです。叫び声は叫ぶ声のことです。叫び声。下線の言葉に注意しながら文を読んでください。1番、叫ぶは大声で言う。大きな声で言う。大声で言う。大声を出す。強く主張するという意味です。主張は insist またはアピールするという意味です。2番、世界の中心で愛を叫ぶという日本のドラマをご存知ですか。3番、助けを求める彼女の叫び声は周りの人々には聞こえなかった。助け、ヘルプを求める。求めるは ask、 seek という意味です。ではもう一度一緒に読みましょう。1番、叫ぶは大声で言う。大声を出す。強く主張するという意味です。2番、世界の中心で愛を叫ぶという日本のドラマをご存知ですか。3番、助けを求める彼女の叫び声は周りの人々には聞こえなかった。787番の漢字は書くの漢字です。訓読みはおのおのですがあまり使いません。では書き順の確認をしましょう。1、2、3、4、5、6。もう一度。1、2、3、4、5、6。ではこの漢字が使われている熟語を確認しましょう。おのおの、おのおの、おのおの、おのおの。どちらも同じ意味ですが、こちらの方がよく使われます。私はこの漢字が一つだけでおのおのというのはあまり見たことがないです。各自
各自。各自はそれぞれの人。Each person という意味です。Individual。各地。各地はそれぞれの場所。Each place。地は、place の他に district、locality とか area という意味があります。それから various place、または every place。各社。各社。社は会社という意味です。ですから、それぞれの会社という意味です。各種。各種はいろいろな種類のという意味です。各国。各国。これは読み方に気をつけてください。小さいつ。上は各ですが、各国の場合は各国と読みます。では、下線の言葉に気をつけながら文を読んでください。1番、お昼ご飯は各自。好きな場所で食べてください。各自はそれぞれ、each、each one、each person という意味です。2番、日本では秋になると、autumn、各地で様々な祭りが行われる。様々なはいろいろなという意味です。3番、世界各国の料理がテーブルに並んでいた。例えばパーティーがありました。パーティーでは世界各国の料理がテーブルに並んでいました。並んでいますはセットされていましたという意味です。4番、昼食はおのおのご自身でご用意ください。おのおのの代わりに各自も OK です。またはそれぞれ。ご自身でご用意ください。ご用意は準備してください。という意味です。ではもう一度読みましょう。1番、お昼ご飯は各自。好きな場所で食べてください。2番、日本では秋になると各地で様々な祭りが行われる。3番、世界各国の料理がテーブルに並んでいた。4番、昼食はおのおの、ご自身でご用意ください。788番は、含むの漢字です。この漢字は他に、含めるとも読みます。含まれるは、含むの受け身形、パッシブボイス、パッシブフォームです。音読みはガンです。ではまず書き方を確認しましょう。1、2、3、4、5、6、7。簡単ですね。今という漢字を書いて下に口を書きます。もう一度。1、2、3、4、5、6、7。ではこの漢字が使われている言葉を確認しましょう。含む、含める、含有、含有、含有する。では文を読んでください。1番、この料金には税金は含まれていません。2番、アルバイトを含めると A 社の従業員は200人だ。3番、レモンはビタミン C を多く含有する。含有、contain。4番、口に物を含みながら喋ってはいけません。口に物を含むは口の中に物を入れてという意味です。口の中に物を入れて喋ってはいけません。ではもう一度読みましょう。1番、この料金には税金は含まれていません。税金、tax、これは覚えてください。2番、アルバイトを含めると A 社の従業員は200人だ。従業員、スタッフ、エンプロイ。3番、
レモンはビタミン C を多く、多くはたくさん含有する。4番、口に物を含みながら喋ってはいけません。789番は咲く、花が咲くの漢字です。では書き順を確認しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。もう一度、1、2、3、4、5、6、7、8、9。では下線の言葉を読んでください。1番、今年の冬は暖かいので3月末なのに、もう桜が咲き始めた末エンル。2番、5月には園内に70種類のバラが咲きます。バラ、ローズ。園内は公園の中という意味です。種類、カインド、バラエティ。ではもう一度一緒に読みましょう。1番、今年の冬は暖かいので3月末なのに、もう桜が咲き始めた。2番、5月には園内に70種類のバラが咲きます。790番は喫茶店の木、喫煙の喫です。では書き順を確認しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。もう一度、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ではこの漢字が使われている言葉を確認しましょう。喫煙、喫煙、喫煙はタバコを吸うことです。喫煙所、喫煙所はタバコを吸えるところ、タバコを吸うところという意味です。喫煙禁止、禁止はプロヒビションですから、喫煙禁止は禁煙と大体同じ意味です。喫茶店、喫茶店はお茶を飲むところという意味です。ここは喫煙所です。では下線の言葉に気をつけながら文を読んでください。1番、疲れましたね、あの喫茶店で少し休みませんか。2番、ここは禁煙です、喫煙は喫煙所でお願いします。3番、日本では喫煙禁止の場所が増えています。ではもう一度読みましょう。1番、疲れましたね、あの喫茶店で少し休みませんか。2番、ここは禁煙です、喫煙は喫煙所でお願いします。3番、日本では喫煙禁止の場所が増えています。今日は以上です。お疲れ様でした。